こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、ウェブスキルって難しいの？ということで、これまでもこれからもいろんなウェブスキルの、関する、情報動画で配信していこうと思うんですけども、ウェブスキルって聞いてどう思いますか？例えばフォトショップとかイラストレーターとか HTML、CSS とかなんですが、なんか取っかかりにくいなみたいな感じを受けるんじゃないかなと思います。で、実際僕もいろんな生徒さんに、ウェブスキルのスキルアップですね、教えてきたんですけども、例えば中には本を買ってみたけど最初の数ページだけ読んでもうなんかちょっと難しそうだからやめちゃいましたっていう方も結構多くいらっしゃいました。で、このなんか難しそうっていう、先入観ってめちゃめちゃもったいないんですね。もちろん正しい勉強法と知らなかったら、難しそうという印象はわかるんですけども、ちゃんと、正しい方法でスキルアップすればそんなに難しいものではないので、最初にもし難しそうと思ってるのであれば、その先入観を一度捨てて、スタートしていただきたいなと思います。例えばですね、フォトショップですね、有名な画像編集ソフトなんですが、フォトショップとかはちゃんとやれば2週間とかで、ほとんどの機能が使えるようになります。もちろんプロレベルになるまでにはそれからどんどん実践積まないといけないんですが、そんだけ想像以上に短期間で身につけることができるんじゃないかなと思います。他にもですね、例えばウェブデザインですね、ウェブサイトとか商品ページとかってすごいかっこいいデザインとか綺麗なデザインになってるじゃないですか。ああいうのってなんか生まれつきセンスがある人がするものじゃないかなと思ってませんかね。僕も、昔はそう思ってたんですが、意外とそうではなくて慣れで、かなりの、ものをクオリティはできますし、仕事レベルであれば十分センスがなくても、作ることができます。あとは例えばウェブサイトを作るために必要な HTML、CSS と呼ばれるものはわずか、10何個とか20個弱ぐらいのタグと呼ばれるものを、覚えるだけで、ある程度使えるようになります。こうやってすごいと思うんですよね。英語とかってもう単語とか文法とかめちゃめちゃあるじゃないですか。それを覚えないと使えないんですけども、パソコンのそのスキル HTML、CSS と呼ばれるものは十何種類 の、 有名なタグを覚えることで大体使えるようになってしまうという。他にもワードプレスと呼ばれるものがあるんですが、それを使えばもうなんていうんですかね、当たり前のものを入力してボタンを押していくだけでもう5分でウェブサイトが作れるようになります。なんかそのサイトとかですね、というと作るの難しそうだなと印象を持ってるかもしれませんが、意外とそうではないということを、今回、知っておくだけで意外と簡単なんだなということを持ちながら、今後の動画を見ていただくとすごいスムーズにスキルアップとかしていけるんじゃないかなと思いますので、よければ参考にしてみてください。今回の動画は以上となります。